アローハ、かわいいハワイツアーのサッキーです。で今日はハイウェイインっていうローカルフードのお店に来てました。で、まあ、ハワイのコロナ、ね、発生後今回が3回目の動画かなになります。で、ここで有名なモチコチキン、モチコで作られた唐揚げと、もう一つね、魚料理も食べたかったんで、フィッシュタコっていうタコス料理も頼んでみました。で、まあね、今コロナの影響でいろんな店がね、テイクアウトだったりね、飲食がなかなかしづらい環境にあるんですけども、まあみんなマスクしてね、料理を食べてます。まあ実際のね、料理の様子をまたお見せしたいと思いますので、ご覧ください。はい、早速届きました。今ねコロナということで全部ねお皿じゃなくてこうテイクアウトのこのプレートで来てます。これが有名なモチコチキンです。こんがりと、ね、焼けて美味しそうですよね。で今日はねちょっと白いご飯とチャーハンとブラウンライスね選べるんですけど、ブラウンライスはねのことを、日本語で玄米ですね。であと野菜がつく形で、隣に見えるのがじゃじゃーん、これがフィッシュタコ。この中にね魚がね入ってるね、タコスの料理ですね。これもちょっと紹介しながら食べていきたいと思います。美味しそうですよね。すごいフィッシュタコもね、ぜひぜひ楽しみにしててください。はい、じゃあ早速モチコチキンを食べていきたいと思います。これですね、モチコチキン。これは唐揚げとまあほとんど一緒なんですけど、モチコのでできたチキンですね。じゃあこれちょっとちぎってみます。あ、切ってみます。で中はこんな感じです。もう本当に唐揚げと一緒ですよね。こんな感じで見えます？ピンと合いました。で、これ匂い嗅いでます。うん、もうチキンのもう醤油となんか生姜が入ったな、本当唐揚げみたいだから、ちょっといただきます。美味しい。これね、チキンがこんがりと焼けて、なんだろう、もち粉なんですけど、まあ、唐揚げとほとんど似てて、なんて表現するの、もっとパリパリしてしまして、クリスピーな感じがします、このもち粉の方が。で、すごくね、ふんわりして、美味しい、ハワイアン料理だと思いました。はい、続いてこのフィッシュタコの方をね食べてみたいと思います。これね一気にちょっと取ってみます。うわーってね。で中をちょっとねピント合うかな。これちょっと見てください。こんな感じでほら見えます？はい、こんな感じでこうね、タコス料理なんか美味しそうな匂い。どんな匂いするの？あ、これはオニオンとちょっとマヨネーズの入った、で魚もね、何の魚使ってるんでしょう、後でねちょっと聞いて乗せたいと思いますけど、ちょっと一緒にねこれ食べてみたい。こうやってこれタルトールソースですね、タルサルソースもあるみたいでかけてみたいと思います。はい、美味しそうですね、タルタルソースかけるとね。魚と野菜とトマトと一緒に、ね、食べてみたいと思います。じゃあ行きます。
美味しい。なんか魚があのフレッシュです。で、ちょっとね揚げてるんですけど、魚がなんかこれやっぱりツナかな、トロだと思うんですけど、下にね詳細後で書きますけど、美味しいです。で、この醤油とマヨネーズが合わさったような感じで、ちょっと日本にはねこの味がないかなんか表現しにくいんですけど、まあそうですね、もう本当にハワイアンフードという感じです。もうマヨネーズ、醤油、ちょっとねスパイシーな、あのね酸味の効いたスパイシーの味が混ざってます。美味しいですこれ。もうね、皆さんもハワイ来たくて食べたい人も多いかと思いますが、ぜひ来たら試してみてください。カワイハワイツアーでは Facebook、Instagram、Twitter、アメブロをやっていますので、フォローをお願いいたします。詳細は下記のリンクから飛んでください。以上、カワイハワイツアーでした。